はい、どうもイサップロスプです。メビウスのあってあるじゃん、あれさ、表裏がないっていう噂なんだよね。でもさ、でもだよ、あのさ、一人だってさ、表裏があるって言うじゃん。形ないものにさえさ、表裏があるのにさ、形のあるものに表裏がないわけないんだよ。まあ、だってこの紙だってさ、表裏があるわけだよ。なんでメビウスの罠が表裏がないんですかっていう、そんな特別なことありんですかっていう、あるわけないじゃん、そんな。ということでね、ちょっと、まあそれに対してね、表裏がね、あるよっていうことで言いたいので、まあとりあえずメビウスの作っていこうと思います。メビウスの作り方は、こんな感じでハサミで紙を切って、すんごい細長い長方形を作るんだよ。まあ多分、その辺は適当でいいと思う。いや、本当になんかサイトを見たらね、折り紙4等分とか書いてあったんだけどね、折り紙とかないし、めんどくさいから、まあ、大丈夫でしょ、別に。細長ければ何でもいい。適当に切ったらね、まあこの 1,2,3,4,5,6 本の細長い紙ができたから、まあ、これをテープって言うんですよね、これ。1本のテープ。で、これで片側をぐっと180度ひねって、その状態で、この両側をくっつける。そして、テープで留めると。なんかセロハンテープの、切るやつがなくて、これしか見つからなかったから、ハサミでいいけど。そんで、これで1本完成と。これがメビウスの穴なのかな、だから。裏側も貼っとくか。これで1本のメビウスの穴ができたと。やっぱ変な形してるな、これ。変な形してるよな、これ。本当に。なんだろうね、これ。気持ち悪いよね、見た目的に。まあ、表裏がないっていう噂がねえのもわかる気がするけど。じゃあ、同じようなのあと5個作っていくか。よし、名物の6個できた。よし、やってきた。じゃあ、まあ、まずは、まあ、普通に辿って、表裏が本当にあるかどうか。まあ、普通に辿ったらすがいにそんな噂があるぐらいだからね、まあ、なっちゃうとは思うんだけど、ここと、あとこの反対側を赤丸を書いて、一筆書きっていうか、まあ、こういう風に辿って、どっちも通ったら、まあ、それは表裏が、とりあえず筒に倒ったらないってことだよね。あ、やっぱそうだよな。まあ、そういう噂が立つぐらいだから、普通に倒ったらあるんだよね。あ、ないんだよね、表裏。それでまたこうやって倒っていくと、この赤針を持っていくと。いやー、すごいね、これ。表裏が、まあ、普通に倒ったらないんだよ。でも、表裏あるんだよ、それでも。普通に倒ったらないだけなんだよ、これ。よし、じゃあ、次はどうしようか。いや、なんとしてもメビウスの間にね、物理的なものに表裏がないわけないんだから。なんとしてもそれこそ証明したいって。まあ、シュールで。次はあれだ。このさ、こっち側を頼るんじゃなくて、こっち側を頼っていいんだ。まあ、この紙だってさ、確かにこれら表裏があるけど、この縁側はさ、まあ、普通になんか、四隅にやってて、表裏ないじゃん。ね。だそんだけなんだよ。これは、この隅と、この面が逆になってるだけで、多分隅を頼ったら、薄い方、こうちっちゃい方だったら多分あるんだよ、表裏。よし、じゃあ、切り込み入れるか。これで、ここと、反対側のここに、切り込みを入れて、で、ここから取って一筆書きでこっちに倒ったら、まあ、表、この方法で表裏はないと。よし、頼むぞ。お、これは？これは、普通だ。変わらん。さっきと何も変わらん。本当にないの？本当に表裏ないの？これ、嘘でしょ？物理的なもんだぞ。いや、表裏がさ、ないもんなんてありえないよ、普通に。そうだけって叫ぶ車が来たせいで、ちょっと、撮影中出しちゃったけど。まあ、それでね。なんか、サイトによくわかんないが書いてあったんで、なんかこれを真ん中に切ってったら、新しい図形、メビウスの輪が進化して新しい図形になるんだみたいな。よし、これをね、真ん中で切っていくと。よし、切
キリ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 、それで新しい形になったら表裏が生まれるんじゃないかなっていう、だから元々隠されていた表裏が出てくるんじゃないかなっていう、そういう気がしてる。よし、これでもうそろそろ切れるぞ。キリプーッと、やばいやばいやばい、でかくなった。え、なんかでかくなったんだけど、でかくなるんだ。え？あ、でかくなって、でかくなって書いてあったな。え、なんで？普通さ、輪っかの真ん中切ったら普通の輪っかになるんじゃないの？なんで普通の輪っかになったの？え？ちょっと待って、普通の輪っかにダメさせて。普通の輪っかにやらないと。わかる。普通の輪っかもやらないとわかる。え？なるよね、普通の輪っかに。え、なんでこいつ一つの輪っかになってんの？え？やばいってこいつ、レビースのは。何だよ、なんか。え？いや、これさ、大丈夫？この世のさ、設理に歯向かいすぎでしょ、こいつ。不条理なことが多すぎる。大丈夫、こいつ。この世に存在していいのか、こんなもんが。はぁ？なんでだよ、なんで輪っかをさ、二等分したのに一つの輪っかになってんだよ。おかしいなって。まあ分からん、もしかしたらこうしたことによって表エリアが生まれてるかもしれない。ちょっとなんか大きすぎてなんか一回で倒れないから、あの表には、表エリアないんだもんね。こっち側には赤で描いて、こっち側には黒で描いて、で赤から辿って黒に辿り着いたら、もうまだ表エリアないんだよな、こいつには。そういうことで、こうしてこうしてこうして、あー、倒れるのがめんどくさい。こうしてこうして、え、あ、表裏、表裏生まれた、これ。え、ちょ、もう一回やるよ。よし、見とけよ、見とけよ。はい、これでここに赤を描きます。反対側に黒を描きます。それでこっから辿って黒に辿っていたら表裏がないよねってことです。逆に赤そこに辿り着かなかったら表裏あるよねってことです。はい、それでやったやったよ、ついにやったよ、これ。え、そうだね、メビウスの輪は表裏ある、あった。ただ単に第一段階だと隠されているだけ。それで第二段階になることで表裏が隠されている、表裏が出てくるんだよ。きたー。あ、それなんかこれをね、もう一段階ね、ていくと変なことになるらしいね。やってるか、これ。まあね、もう表裏はね、メビウスのようにもあるんだよってことを証明できたんで、まあ別にもういいんだけど。なんか、いや、ただ単に第一段階で隠されていただけで、第一段階で第2段階に表裏があって、さらに第3段階で表裏があるとなれば、それはもう2対1で表裏、メビウスさんには表裏があるっていうのは完全に有力説になるから、よし、やぞやぞ。 やばい、こっち側が剥がれちゃう。剥がれるのは違う、剥がれるのはよく分かんなくなるから、やめて。よし、これで、それでこうして、これで第3段階が完成すると。ん？あ、2つの割に分かれた？分かれた？ちょっと待って、何これ？何だろう、これ。これは何と見ればいいんだ？え、これさ、何？メビウスの輪が分裂したってこと？あれ？バイバリラ的な？そういうやつ？何を持って表裏だと言えばいいんだ、これは。あ、でもあれかも。これは、まあ普通に、二つに分かれてるから、形的には。だから片方、やりにくいな、検証が。ちょっともう、形がこれねじれすぎて、もうわけわかんないから。ちょっとこれ、つまようじ持ってきたから、つまようじをぶっ刺して、破れないようにぶっ刺さんと。
すべてが水縄になってしまう。ドリルをやるように感じさせて、よし、来た来た来た。で、この尖ってる側からスタートして、こっち側に持ってこられたら OK。これで垂れること、垂れることに集中できる。よし、これで尖ってる方に戻ってきたから、この第三段階にも思っている縄ある。だからメビウスの縄は2対1で思っている縄あるんだよ。やっぱ2対1で思っている縄ある。来た、来ましたよ、来ました、来た。いやー、そんでね、まあやっぱりメビウスの縄にもね、思っている縄があるんだって分かったところでね。はい、というわけで今回はここまで。それではまた今度。